り方十分に気をつけてね。前線からプレスかけて、で見てると多分止まらないから、ボールが。そのパスの状況とか見て、強いパス止められないから、プレスかけて、そこでしっかり止まる。で、ミスを見て奪いに行くっていう。で攻撃、前半スタートしました。次の1点が勝負になるんで、もう前半はね、10分ぐらいに取れたけど、後半も15分になって、一番怖いのはやっぱミスだったね。そこはしっかりみんなに注意して、いろんなシーンで。しっかり行こう。後々のね、順位やっぱりね、勝ち点が下と恐れる。来るよ、来るよ、来るよ。おいおい、ないよ、ない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 、ナイスボール。大喜利、大喜利、ナイスナイスナイス。ここで試合終了のホイッスル。
昨日お誕生日でした。15分で取れたんですか。15分で1点取ることができて、ゲームを有利に進めることができて、まあ、最終的に失点も0で終わることができたんで、まあ、そこはいいかなと思ってます。0で終わったことは良かったんですけど、まあ、結果的に5点取ったんですけど、まあ、全部決めてれば本当に10点ゲームになってもおかしくないぐらいのゲームだったんで、まあ、まだまだ決定力が課題なのかなっていうふうに思います。まあ、自分も再三チャンス作ったけど得点が0で終わってしまったんで、そこは悔しいですし、まあ、次もっと決めれるようにと思います。はい、まあ、次回また運動公園の球技場で試合やって、皆さんぜひ会場に来てください。ぜひ会場に来て、応援していただければ自分たちの力にもなりますので、ぜひ応援お願いします。まあ、後半途中から入って、まあ、浅利選手の折り返しからゴールという形で、トレーニングでも遅い形から練習シュートの練習してたので、まあ、うまく決めれてよかったです。自分が入ってからもっとチャンス作ったりとか、もっと点数取れればよかったかなっていうのは、またそこは課題として、来週またホームスタイルなので、そこまでに練習したいと思います。はい、まあ、来週またホーム戦運動公園でラグのスペシャルマッチということで、ぜひたくさん皆さん足を運んで応援のほどよろしくお願いします。どんなプレーを見てもらいたいですか。ゴールです。何点取りますか。ハットトリック。ちょっとこれやめよう。ダメだな。こういうのダメだ。俺ダメだ。いろんな形からいろんな選手が点を取れたということはすごく良かったと思います。ただすっきりしない部分も多いので、まあ、特にこういうレベルが、うちよりも低い相手とやるときは、試合巧者になれるようにまた1週間いい準備をして次の試合に備えたいと思います。今日よりもチャンスをたくさん作れて、ピンチは招かないようにで、見ている人がたくさんのゴールシーンを見れるように準備したいと思います。また来週も一緒に戦ってください。今日は200人いかなかったんですけれども、来週は1000人を期待しています。よろしくお願いいたします。はい。